アントニオ・バヌエロスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州トゥーレアリ出身。ザピット所属。元 WEC 北米バンタム級王者。チャック・リベルの同門であり、サンルイス・オビスポを拠点とし、グレコローマンレスリングとボクシングの技術で試合を、組み立てる。高校時代はレスリングで、地区大会3連覇。 大学在学中に総合格闘技の練習を始めた。2001年6月15日、プロデビュー。2002年10月18日、WEC 初参戦となった WEC5 で、ジェフ・ベダードと対戦し、ギロチンチョークによる一本負けを喫した。2006年1月27日、グアムで開催された FFCF で、野中キミトと対戦し、 TKO 価値を収めた。2006年5月5日、WEC 世界バンタム級王座決定戦で、エディワインランドと対戦し、ハイキックによる TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2006年8月17日、WEC 北米バンタム級王座決定戦で、コールエスコベドと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 ズッファイ館前の WEC 戦績は4勝2敗となった。2007年1月20日、ズッファイ館後初開催となった WEC25 でマイク・フレンチと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2009年6月7日、WEC41 でスコット・ヨルゲンセンと対戦し、パンチを受け左目を大きく晴らしたものの2から1の、 判定勝ちを収めた。11月18日、WEC44 で大沢健二と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2010年4月24日、WEC48 でスコット・ヨルゲンセンと10ヶ月ぶりに再戦し、0から3の判定負け。同大会は WEC 初の PPV マッチであり、その放送第1試合となった。 2010年9月30日、WEC51 で、チャド・ジョージと対戦し、3から0の判定勝ち。同年10月には UFC による、WEC 九州が発表され、バヌエロスにとっては、WEC51 が、ラストファイトとなり、WEC での通算戦績は9勝5敗となった。2011年2月5日、WEC 統合による、 UFC 初参戦となった UFC126 でミゲール・トーレスと対戦し0から3の判定負けを喫した。2011年9月24日ドリーム初参戦となったドリーム17のバンタム級世界トーナメント1回戦で日本王者のところをひと対戦し2から1の判定勝ちを収めた。この試合ではチャックリベルを彷彿とさせる モヒカン姿であった。2011年12月31日、元気ですか大晦日。2011のドリームバンタム級世界トーナメント準決勝で今なりまっさかずに2から1の判定勝ち。決勝ではビビアーノ・フェルナンデスにパウンドで TKO 負けを喫し順優勝となった。ありがとうございます。